2024年11月2日、友人の結婚式のため朝から新幹線に乗って大阪に向かってます。午前9時50分、止まりました。こっちはまだ降ってないんですけどね、広島の方がなんか大変みたいで。今いるのはここ、左にあるのは琵琶湖ですね。 X を確認すると運転再開は12時頃だそうで、ところがなんと11時10分に再開しました。ありがとう JR、 助かった。それにしても雲が低いですね。こりゃこっちもそろそろ降ってくるかな。鴨川かな、もうすぐ京都です。お、当時の五重の塔。こういう景色って京都っぽくていいですよね。あれから止まることもなく順調に走ってます。そしてそろそろ新大阪に到着ですね。町に入ってきた。1時間20分遅れだそうです。東京大阪を4時間、くしくも新幹線開業の時とほぼ同じ時間なんですね。これさあ新大阪に到着。これですよ。念のためスーツは現地で着替えるつもりで今は普段着。よかった、空腹に負けて式の前に大阪ブラックラーメン、うまい。とそんなこんなで友人の結婚式披露宴がお開きとなりました。あれだけ降ってた雨が式が始まったら止んだもんね。さすが、お二人のこれからに幸あれ。さてこれから帰ります。泊まってもよかったんだけど土曜日は空いてないんでね。なのでこれから人生初深夜バス、これに乗り込みます。通路は狭いけど3列で左右のシートにはカーテンがついてます。そしてキャノピー、消灯してもこの中でスマホいじれます。1回目の休憩は滋賀県の草津。滋賀にも草津ってあるんですね、知らなかった。2回目の休憩は浜松。15分の休憩じゃうなぎは食えなかった。そして3回目の休憩は海老名。何度も来たことがあるもう馴染みのサービスエリア。おお、少し明るくなってきた。このあと新宿に到着して弾丸大阪旅終了です。ご視聴ありがとうございました。次回深夜バス乗るときは耳栓持ってこ。